フォーエイトコラボウィーク記念すべき1日目のコラボウィークとなります。で、僕が今回お呼びした、コラボ相手はこの2人でございます。お願いします。はい、ということで今回やっていきたいと思ったんですけど、よろしくお願いします。いきます。はい、企画中に太郎にだけ理不尽ドッキリー。おい、楽しい楽しいこれもう始まってんの。早い、まだ早い。2人は僕、えんちゃん、若葉以外は初対面なんですよ。そうっすね、分かんないっすね、どうなるか。ステパンさんの方でも、はい、太郎の時だけちょっとやたらなんかバチバチ時間っていうか僕ら順めっちゃ煽るやん。楽しかったっけな。いや、言うな言うな。フォーエイトでもやってる、はい、先輩が後輩にモノマネス系の企画あるじゃないですか。そこをちょっとステパンさん対フォーエイトみたいな感じでやっていこうかなと思ってて、っっ、ね、その中で太郎ってなかなか怒らないんですよ。ああ、はいはい、はい、もうほんま普段めったに怒ることもないんですけ ど、初対面でめちゃめちゃ煽ったらどこまでちょっと耐えれるのかじゃないけど、はいはいはい、笑いにさせたら、そう、まあ、勝ちみたいな。二人めっちゃ謙虚なの知ってるから、ちょっと初対面のちょっとこう謙虚さ出るのはやめてな。今回はドッキリやから、ちょっともう一回キャラ入って、はい、それではやっていきたいと思います。せーの、レイゴー。ファミリー座下つきついたっぽいっすね。でかちゃうぞ、お前のでけえよ。ええ、これ。俺もたまたま一番最初知らんかったよ。はよこいて。靴脱いで、はよこいて。いいかな。で、なんで。じゃあ、はい、はい、はい、座れよ。はよ座れ。はよ座れないの。まあ、年上やぞ、俺ら。ごめんなさい。ごつ。わ、なんか、ま、飛んでごついな。紛らわしいな。紛らわしいな。しかも、服の色もなんか。あ、待って、来てんやん。びっくりした。おもんないな。おもんないじゃん。びっくりした。小夏から何を言われてんの。いや、俺もだからスタッフさんくねたらしい。怖っ。そう、あと1、おれー、そらんかい。扇風機置け。おはようございます。そらんかい。俺はブレイザーさんだな。俺はブレイザーさんだな。ジョコさんでいいですか。え、もうなんかよろしいです。よろしくお願いします。おい、あ、どうぞ。好きなところで。お前がすんな。あ、来たな。若葉！若葉。お母さんも。入ってこんかい。お母さんも一緒じゃないか。入ってこんかい。俺も早く座れよ。遅刻じゃ、遅刻。おめでとうございます。おめでとう。座らんかい。はよ座らんかい。ええー、じゃん。すいません、すいません、ええー、じゃん。座らんかいて。どこ。あ、そっか。た、あの、タロシャが詰めるわ。あ、そっか。あれ、あいつ一番遅いんだから。あいつ一番遅いんだから。おい、問題じゃない。おい、したー。おい、行く。おい、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 お前遅刻やぞ。大丈夫、俺らも何も分かってないから。遅刻やぞ。おい、副社長、早く座ろう。副社長、副社長、ちょっと何か後ろ。俺初めましてやねんけど、エッグ。はい、え、お客さん、すいません。いや、もう遅いねん、俺。怒りやん。え、え、何すか。ああ、もう言っちゃってください。行くぞ、やるぞ。うわ、目怖っ。やるぞ。でかやれんの。怖い。うわ、怖い。あ、今日は、えいつも画面越しでピーピー言って俺ら来ました。我慢ならないから直接今日は物申します。
がいつもやってるあのモノモース、あんな借りたやつなんか慣れ合いあんな、あの身内同士の慣れ合いとかピチ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 やってるやつ、慣れ合い、今日は本物見せたるわ。おおおマジ、一旦これ金髪アマリザだっけ、アマリザか、アマリザくんだっけ、まあまあ動画見させてもらってますけど、まあなんか口でかいキャラに申し訳ない、口でかいキャラ美味しいなみたいななってない、しかも5年ぐらいあれそんなおもんないからお前あいつ強っ、勢い強っ、鼓膜ごと行くで、俺は行くで、これやばいで、おい、ナルシスト、お前ナルシストの頂点、おらお前みんな言いづらいからな、俺が代わりに言うわ、もう泣き泣き、みんな言いづらいと思ってること言うわ、言っちゃえよお前は、最近なこたせなチャンネルに比重大きすぎやねんお前若葉くん、うん、こんにちは君さ、特徴ないよね特徴はない特徴ない自分がさ、その思ってるよりお前そんなかっこよくないよ一人目やんな、これ一人目やね、含め含め含めこんにちは、まあまあでも結局タロシャなんよ。ん？どっちだ？ちゃん嫌いやねこいつ俺。嫌いやん。ぐ。あれ飲め！お前ずっと初期ビールだおみたいなな、お前笑いしやがって。ちょっと考えちょっと考え。初期ビールお前初期ビールみたいな笑いしやがっていつも。もう顔がマグニチュード3なんじゃお前。わかりづらい。笑えよ。笑えよお前、体カリッカリだから振られんねんお前、うわぁお前も吹いてないの戦いさ、怖いよお前、一回立て一回立てお前、うん、座れ一回立て座れ、なんやこれお前え、乗った方がいい、これ乗った方がいい、ね、うんうんうんまだまだ、その名前なんだ、太郎社長って、いつ気づくん自分が俺社長かもって、いつ気づくんそれ、普通に気づかんから自分が社長かどうかなんて、なってから気づくねん社長に、なってもねえのに社長じゃすんなボケー、つけよ、吹いてないけど、吹けよって、な、待って、比重多ない、比重黙れさっきの飲め、これ発散だ、まだまだ行く、あれも大阪来たからね、まだまだ行く、言わんと、もう君のために来てるからね、なんならもうそうなってない、うん、みんなにもあるけどな、いろいろな、君にもあるけど、このぐらいにしよっか、あ、もうちょいじゃない、もうちょいまだまだ行けるでしょ、まだ行く、まだ、え、まだまだ、まあ、まだ行くか、行くか、行くか、まだ行きます、まだ行く、行くか、おい、楽しいー、準備いいか、準備いいか、楽しいお前、なんやあの報告動画、別れました初手から、うぇーうぇーうぇー、あかん、よし行こう、みたいな、あんなカットせえよ、お涙頂戴すんなお前、あんな動画で、だから別れんねんお前、だから愛想をつかされんねん、お前ほらお前もペレあるんか言うてみ、まだ未練あるんか、これカット聞かん、これカット聞かん、編集でなんとかするか、カット聞く、うん、なんとかする、うん、カットするか、ボケ、いや、ちょっとしんどいわ、その内容、普通に、うん、普通にしんどいわ、あ、そう、普通にだるいっていうか、ちょっと普通に、あ、そう、うん、俺そういうの聞く苦手やね、普通に、うんうんうん、ごめんな、それごめんな、じゃあ彼女系はなしで、いやもう、ていうか、え、なんか俺肘置かれすぎちゃう、普通に思ってんけど、多分肘置かれすぎちゃう、普通に結構こう、おかしくなるから、うん、こう切り替えへんから、あ、オッケーオッケー、その最終的になんかまた違う感じで、うん、
じゅんくんがやったら交代しよう。あ、オッケー。すいません。あ、ごめんごめん、いいですね。いいですね。水もらいます。あ、そうそう、最後パンで最後ちょっと軽い感じ、なんか、うん、なんかちょっと違う、うん、違う彼女じゃないやつで、うん、もう思いっきりなんか、うん、あ、そうっすね。うん、うん、うん、おじゃ最後楽しめ、うん、お前シンプルおもんないんじゃ。一番そこそこれ一番きついわな。はい、はい、うわちょっと待ってな、うん、大丈夫、あー OK ですか、終了、大丈夫、多分大丈夫、終了。じゃあ、一回カメラ止めて、一回カメラ止めて、うん、うん、え、そんなやばかった、え、普通に止めたらあかん、一回止めた、じゃあ、え、え、え、これ考えたの、え、誰、一応スタッフさん、ああ大丈夫、大丈夫、大丈夫、いや、彼女ダメ、いや、彼女ダメ、うん、まあ、まあ、それは俺らの方が分かれてる、まあ、そうですね、俺らはフレーズ、俺らもフレーズとかはあれない、まあ、あるけど疲れ方行き過ぎた、ああ、初対面、まあまあ、始めましたし、そりゃそうだ、そうそう、そりゃそうなんだけど、温度感的にも、ね、大丈夫かな、いや、それいけるかなと思ったから、大丈夫、大丈夫、面白くない、初対面から余計やな、そうだな、普通に出てくるんですよ、まあまあ、大丈夫、うん、大丈夫です。今、ちょっと太郎今ちょっと情緒があるやからってのも多分あるから、はい、そこは気にせんでいい、全然全然。いやいやいや。なんかね、やばい。大丈夫です。大丈夫です。ちょっと待って、ちょっと待って、止めて。あ、すみません。すみません。いや、俺全然分かってないんだけど、この企画って、え、誰、え、アメさんが考えたんでしょ、一緒に相談したから、あ、じゃあステパンさんの意見って感じ、いや、どっちかというと、まあ、こっちでやって、それを引き受けたってくれたって感じ、そういうの分からんかったの、いや、なんかその度合いが、うん、結構リアリティあってよかったんかなと思って、な、何リアリティってど、え、どういうこと普通に、え、これやれていいやついるの普通に、いやいや、普通になんか、そこの調整がちょっと俺がまあそうやんな、普通におかしいやん、いや、イラつくの当たり前じゃない、なあ3人とも記憶共有してんだよ、いや、俺が普通に3人とも知ってんだよね、けど俺が普通にこれもどうですかみたいな、初めましてやったからっていう、だから俺もああ、それ3人とも把握してたってことやんね、で、こっち来てるってことやんね、そうそう、まあ、一回動画撮ろう、はい、はい、もうとりあえずたぶん先に、ああ、うん、え、動画の終わりだったら何してもいいやんな、そんな別に、いや、それはさすがに、さすがに入るしろよ、お前、あ、別にするけど、俺が、また俺に切れてんの、いや、まあ、僕らは、そうだ、ね、ただ、普通に俺も考えたから、誰か飲めても意味ないから、俺も考えたし、それは動画のおもろいやつがいいやん、別に、うん、動画のおもろくするからなあ、僕らは大丈夫です、はい、うん、はい、ということで、とんでもない空気になっていると、だいぶピリついてるよ、本当よ、実は今回、ドッキリでございます、はい、ハローガチギレドッキリ、全くまず怒ってないっていうのと、ね、あとは、あえて嬉しいですよ、ここで初対面も、みんなあえて嬉しいのよ、俺7日間、楽しんでください、はい、今日は本当にありがとうございました、みんなごめん、みんなごめん、ごめん、ごめん。
これ多分この動画はい、ということでここまでが前日やったと思うんですけど、あの多分このこの後の切り抜きは多分ステパンで使われてる。疲れてる疲れてる、あれよかった。ちょっともうすいません、久しぶりのコラボウィークでちょっと視聴者盛り上げたいっていうね。そう、大々的にちょっとドッキリを仕掛けたいなって思って。怒ってる感あった、ちょっと。めっちゃ、いや結構あった。てかそれよりもうほんまにあのステパンのコラボの時やばかったで、空気、うんうん、やばかった、結構やばかった。ほんまにすごかった。あれはこたつと俺がここ揉める人なかったしな、それそれ。だからそこがリアル感って、リアルすぎた、マジで。なそこでリアルめっちゃました、うん、まあけど、これ全部すべてドキンなんで、はい、すいません、あの心配かけてしまった方申し訳ございません、はい、とってもいい人たちでした。いやもうめっちゃいい人だし超いい人、これからもね、あのコラボウィーク楽しみにしていただけたらなって思います。はい、はいはい、ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。初対面やからいろんな気まずい部分もありながらも、ちょっと修羅場をちょっと作れるんじゃないかなって思いまして、今回はちょっと太郎の演技次第ではありますが、うん、ちょっと一つ聞きたいんですけど、あの純くんって初対面これでなってもネタバレしたら仲良くなれるタイプ？あー、ちょっとそれは時間必要。おー、仲良くして。とんでもない空気になる動画になると思いますが、それでは行きたいと思います。せーの、レッツゴー。これでいい？うん、赤に光ってる、光ってる。これさ、まあ、そうやな、どういった時にピンと合うんかな。ここはね、まあ、ピン、いや、ピンと合ってる、うん、こっちの、とりあえずもうさっと行こうか。これやりますか。うわ、キンキンやらかしました。やりますか。やりますか。じゃあ、まず3人座ってもらって。はい、はい、お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 い、カズコだよ。うわ、どういうノリなん？あんま分からへん。俺全然聞いてないから分からへん。
感じ、うん、初対面って俺だけやっけ。いや違う、ちゃうやんな、俺とちゃうやんな、けどそのステパンさんの方ではなんかそこがちょっといい感じにバチバチだったから俺もそれで進めてしまったって。普通になるんやん。自分やられたら嫌やしょこれ普通に。わかるけど、いや、じゃあこれやれていいやついる普通に。いやいや普通になんかそこの調整がちょっと俺がくすくれて、あ、そうやんな、普通におかしいよ。いや、まあ、誰が喜ぶんっていう。いや、まあ、その分かって、落とさないでやってくれたら、まあ、そのグレーゾーンはもう分かってたんですけど、私は、まあ、動画的に面白くなるかなっていうノリで、まあ、やっちゃったっすよ。とりあえず、ちょっと一回、またこう、この動画の下りがまだ今あ、トヨタのオチまでは繋げよう。次、じゃあ3人男子座ってもらって、次男子がちょっと言うっていう感じにしようか。いけるんですか。いや、とりあえずその動画にならないんで、このままだと。だから最後はなんかちょっと男子がちょっと言って、仲直りみたいな感じで。こっちが言われるわ。そうですね。ちょっとめっちゃ申し訳ないんですけど。すいません。じゃあちょっと。お願いします。申し訳ないです。でもカメラ。じゃあ、これのやつから、そのカメラにします。ちょっと待ってくださいね。3人とも共有してんだよね。いや、俺が普通に。3人とも知ってんだよね。けど俺が普通にこれもどうですかみたいな、はじめましてやったからっていう。俺も。3人とも把握してたってことだよね。で、こっち来てるってことだよね。そうです。で、初対面でこれやろうってなってって。まあ、そうです。それは俺もやりすぎたな。で、さっきコンビニ行って楽しく話してて、で、これやるつもりでってことやな。まあ、そうですね、知ってます。いや、そこをもう加味して、苦戦じゃないけど。あえてみたいな。そう、まあ、あえてではないけど。まあ、いや、一回だな、頼むか。はい、もう、座って。はい、やります。動画のノリだったら別に何してもええやんな、ほぼ別に。いや、それはさすがに配慮しろよ、お前。あ、別にするけど。俺のせいやん。なんで俺キレてんの。いや、まあ、僕らは全然。ただ、普通に俺も考えたから。考えても意味ないから。俺も考えたし、それは。動画でおもろくするから。なあ。僕らは大丈夫です。僕らが。なんで。AF32 すいません、ちょっと待って。あ、すいません行きます、全然行きます。はい、ということで、はい、次は、男子が、ステファンさんに物申す時間になりました。これ、さっきめっちゃやるやん。もうやります。やったね。まあ話ね。しゃーなし言ってるから、俺言ってもで。じゃあ俺もだいぶ言われたんで、はい、うん、じゃあちょっとそうだね、含むか、含みましょうか。はい、じゅん、うん、さっき俺めちゃくちゃ言ったの、普通にめっちゃ言ったの、うんうん、めっちゃ言ったの、うんうん、まあ俺がどう思ってるか今分かるやんか。うんうん、俺めちゃくちゃ、うん、怒って、うん、マセンドッキリ大成功。あれは怖いって。全然怖い。あれ、高くなったな。ごめん、ジュンくんごめんね、ほんまに。え、実は以外全員知ってます。初対面やからこそできたドッキリだなっていう。ちょっと一回じゃあ皆さんあそこで集まって。いや、もういいって。ドッキリ大成功ということで、全然ごめんな、本当に。目を泳ぎすぎやで、まだちょ、もう怒ってない。ほんまに動画始まって3秒ぐらいの止まってた。最初の方もこの企画するって分かったから逆にちょっと緊張してて。ああ、そう、最初みんな入ってきた時のリアクションは全部分かってて、
言えたはず。それお前ら。みんなもああもう全部やん。だけど二人もめちゃめちゃうまかったよね。いやうまかった。気まずい空気。本当に怒られてんのかなって。いや、ちょっと分かんないよ。本当にやばい。どっちなの？どっちなの？全然もう眼光がクッキッってなってほら。あ、これやばいな。全部演技。いやよかったで、この後もちょっといろいろ企画で混ぜて、ちょっと仲良くしていけたらなと思ってるんで、はい、皆さん安心してください、これドッキリです。ドッキリです。この後はもう全部めちゃめちゃ面白いし、ステパンさんの方では、全員で共感性出張です。いやー、行きましょう。今のところ、エンちゃん、若は俺は経験ゼロ。あー、そっか。サマリザとタロウとか。ちょっとそちらの方もあのリンク貼ってるんで、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。はい、お願いします。この映画いいと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。とりあえず今日はここまで。 We are team STARN ENTO。 バイバーイ。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。とりあえず今日はここまで。